込みうどんは絶対食べた方がいい。400年前より喋るのが檻だったんじゃ、わしは。おとぎ衆なるものをやっとったんじゃぞ。わかるか。無礼な奴らだな。お抑えくださりませ。危なかったな。いやでも、意外と一番喋っとったものが、はい、ちゃんと気使って喋ってる感じでしたから、許せたな。なんかな、ギリギリのところをちゃんと分かっとったな。あ、大丈夫だよ。踏み越えんようにしとった。いや、そういうことじゃぞ、人と会話をするというのは。お？踏み越えんように、こう、うまいことやる。いや、ずっと変わりませんので、前田としえさんと。いやいや、別に特定の者のことを言うとるわけじゃない。私はそんなことは言わんけれども、お主らも生きる上で話をするというのはなかなか面白い作業である。目に見えんのよ。例えばこれもう全く戦国時代と関係ない話をこれからいたすが、例えばの現世のものはすぐ愛しとるだとか、そういうことを言う。これ愛しとる、目に見えんわ、どうやって信じるんじゃっていう話になるのよ。特に男はの、そういう言葉だとか心だとか、そんな目に見えんものを信じるわけではなく、態度とも実際に目に見えるところで信じたいというのが男の、正直なところよ。これは戦国時代であろうが、現世であろうが全く変わらんと。そういう心を、態度で表して、射止めたのがわしの妻松ということじゃ。わしはそういうところで、勝負をしておったということ。わかるか、むしろ今わしは半分怒っておるぞ。の？そういうことよ。わかるか。まあそんな話はええわ、もうこの話はいいとして、あれ、俺先ほど話の途中じゃった。いえ、もう話終わった。まだ話もしております。話もしちょっとトーマの、いやいや、こたびはトーマの話をちょっと聞きたいなと、わしもな。なのでトーマ話してくれ。あ、これ以上わしが話すとあかんことになる。さあ、ではですね、まあ皆様のちょっと気を和らげるとしえ様もですね、うん、ぜひ拙者のお話でちょっとお楽しみいただければと。わかった。思いますね。ちょっとバカバカしいお話を一つさせていただきたいと思いますが、さあ、とあるところにですね、これまた男がおりまして、はい、そのものですな、あ、わしはええことを考えついたぞと申して自信げに申すものですから、それなんなんだいと問うたところ、餅つきござるじゃろ、餅つき、うん、あれ餅のきねと嘘を用いてぺったんぺったん餅をついておるが、あの餅をつく動作、ついたときはええが、上に持ち上げたとき、あれの動きは無駄じゃにゃがと、ついておるだけではこの持ち上げる動作、持ち上げる動作が面倒で無駄であろうということを申しまして、そうなれば天井にも同じウスをつけて餅を入れれば、ついて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 無駄はござらんじゃろ、わしはええことを思いついたわいと自信げに話しておったんですが、お前さん、それだったらどうやって天井に渦をくっつけて餅を入れるんだいちゅうて言うたら、それは考えなんだ、あははははは、面白くございましょう。面白い面白い面白い、そういうね、笑い話がございます。今はい、わしも、ま、信じた、はあ、全くその血を持つかなかった。ああ、上にな、はい、できるもんだと思って聞いてた。天井に餅は張り付かんじゃろうと、落ちてくるだろう。お主は分かったか。分かっておったんだな。うん、なるほど。いやいや、いい面白い話。ああ、ありがとうございます。心が和らいだ。まあそんなことでよう来た。こんにちは。じゃあ名古屋おもてなし部招待と申す。こんにちは。さあ、終わりました。我ら名古屋、お、お主は帰るのか。またの、ゆっくりしててくれ。名古屋でな。またの、ありがとうさんじゃ。現在ごありがとう。おお、増えたな、増えたな、この野郎。またの、ありがとうさんじゃ。もう返さんからな、何を言っても。さらばじゃ、以上。
まあ、ということで、我ら名古屋おもてなし部署隊、毎日このように名古屋城におるわけじゃが、毎週土日または祝日は演舞というパフォーマンスをやっておるということであるが、こたびはたまには話そうかな、いろんなこと。さあ何を話そうかな思うて、さあお主お題を出しにくれ、松様、松さん、松さん、何やら松がどうも最近現世に降りてきたという噂をよく耳にいたすが、わしはまだ会っておらんということは、ずいぶん長いこと会ってないということです。さあわしが松の料理の中で一番吸い取ったもの、これは言わずと知れた、この尾張の地で採れた八丁味噌を使った味噌汁なわけじゃが、さあではもう一つわしの大好物があるわけじゃ、これは果たして何なのか当ててみよう。みなみな全く、分からんと思う多分。さあお主、わしの好物何か知っておるか。わし前田利、いやお主じゃ。黒って何だ。お風呂。あ、好物な。あー風呂は確かに好きだった。当たり、お主当たりじゃ。いやわしはな、食べ物の方を言ってる。ただ風呂は当たりなんじゃよ。これな、わし晩年ちとなお腹の具合が悪くて、まあ腹の病気みたいなところで、ずっと体が不自由しとった。そして、まあその病気を和らげるために現世でも湯治というのがあるな。お湯に入って病気を治す。これで草津温泉、現世でもござる、これに、当時に通っておった。これは晩年の話。ただ我ら戦国時代においては温泉なるもの、お湯に浸かるという文化はまだ備えに多くなかった。なので非常に珍しい、いわゆる趣味の一つのようなものであって、お湯に、浸かって入るというのは、まあ娯楽の一つだったのかな。なので、もてなし湯というのが我ら武将の間では流行った。各々の客人、客の違うところの大名を招いた時、こういう時には、自分の屋敷の風呂を、まあもてなしで用意して、最初にお風呂に入ってくださいと、こういうやり取りをしようと。かの、明智十兵衛光秀、このまあ信長様を後の本能寺の変という時に打ち召してしまったお方だけれども、あの者は、織田家の家臣の中でもものすごく頭が良かった。そしてその頭を支えとったのは実は、温泉だったのではないかと言われております。なぜならば、いろんな人の屋敷に、まあ、訪ねてまいるんで、特に明智十兵衛殿はあの者は温泉、お湯が大好きだったので、自分で自ら薪を持って行って人の屋敷に上がり、風呂を貸してくれとよく訪ねて歩いて、こういう話がない、まあ、それほどにこの自分の屋敷にお湯があるというものも少なかったし、人にもてなしてもらうというのは、これは大名の中でもものすごく、金があったりするものしかでき行いだったゆえに、我らは時々そうして楽しんでおったという話。まあそんなものすごく高価なお湯を前田慶次郎としますが、わしの甥がご馳走してくれると言ったので、ある真冬の日に、あ、それはいいと、なかなか入れん湯に浸かろうと思って行ったところ、あの者はなんと水風呂を用意しておったと。まあそういう話がござるが、それは実はそういうことで、もてなし湯というのがその背景には流行っておったんだぞということじゃ。さあ、わしが話すとつい長々となってしまうので、トーマヤは、もう一つぐらい何かないか話は。はい、いや、ごめん。よし、はい、今どうするよ。よし、じゃあわしが喋る。お主、ちーと考えて。あ、思い出しました、思い出しました、思い出しました。好物、ああ、好物に話しました。ああ、わしがな、じゃあわしが好物に話しました。はい、好物に、その間に考えて。わしの好物は、これは加賀の地に移った時、
北陸の地へ移った時に、実はあそこは非常に海の幸がうまいということでホタルイカをよく好んでおった。そしてホタルイカというのは実はものすごくタンパク源の源なんじゃない。なので元気が出る活力剤。信長様はよくニンニクが好きだったりという話がございます。ニンニク、あとはネギとかな、これ玉ねぎ、こういうものがものすごく体の活力剤になったんでしょう。わしは玉ねぎ、もちろんニンニクも好きだったけれども、それに勝る、同じような活力剤としてホタルイカを好んでたんでしょうの。なのでお主らもぜひ北陸の地、海の幸が取れるところへ行ったならばホタルイカを食すと、元気になれるよと、こういう話でございます。さあトーマ、整ったか。は、整いました。よし、はい、ではまた短くね、お話をさせていただきまする。さあ、またとあるところに男がありまして、この男はですね、まあ、大名様についてですね、いつもいつも地層の席に長谷さんじては一緒になってご地層を食べて場をおーと盛り上げて楽しませる男だったね。楽しませる男でございまして、もう大名様にも可愛がられとって、うん、宴の席とかね、うん、よく一緒になってですね、重宝されとったんですけども。なるほど。はい、まあなんてことない男なんですけどもね、ただ盛り上げるのがうまい、一緒におると楽しいっていう理由で大名様に召し抱えられた男がおりまして、そのものにすなとあるものが、お主はええよな、いつもお前もばっか食べさせてもらってやっちゅうて悲願でおったんですが、いや、その男もですね、いやーもうわしはね、つらーでしょうがない、あの宴の席に行くのが、そう思うした。うまい飯が食べれて楽しい思いができて何故つらいのかと問うたところ、いやー酒が飲めんのが一番つらいと申しましての、その大名様は下戸でございまして酒が飲めんかったゆえにですね、一緒の席にはなれども飯は食べる、しかしながら酒をたしなまんかったゆえに、もう酒を一滴も飲まんかいで、ただ飯だけ食って大盛り上がりしょる、そんな席がですね、男は嫌で嫌でしょうがにあって、ただ飯食うとるだけじゃろ、酒が飲めんのは一番つらいわいと、このですね、なんとも羨ましい悩みをですね持った男がおりまして、その男も、下校は一番嫌いじゃと大名様ののしって、その男も言ってしまった、言ってしまったというお話が、恐ろしいお話がございます。ああ終わりか。はい、あ、なるほど、終わったんじゃない。たまにこの、はい、何だったっけ、お主がよく話す清水晶、清水晶、清水晶というのはオチがなんかあまりはっきりしてないのがちょこちょこあるな。清水晶基本オチははっきりいたしません。あ、なるほど。ただいきなり終わって後から違うところ、こう物語を想像し、その現場を想像しで終わるぐらいので、程度のお話が多くございます。なるほど、なるほど。先ほどね、拙者がお話しした火事になった時に石を背負って話したお話もございまして、で、こう一息休もうかと下ろしたら、お子を背負ってね、逃げておると思ったら下ろしてみたら石だったぐらいの話でございます。ふーとならんよ、見てみ、あの者たち、はい、まあ話の本筋あまり分かっとらんかもしれんけど、話の本筋分かったか。ちょっと個別で、個別で説明してまいります。さあ、では個別で説明しとる間に、ちと今参った者たちも多かろうということで、写真撮ってない者、お主撮るか、今ちと撮るか。さあ、わしと写真撮りたけも、お主らは先撮ったな、撮りたければええぞ、参れ、いいのか、仲良すぎなんじゃお主らは。さあ、そのままの、ずっと仲良くいたせよ、顔赤くなっとるぞ、またの。さあよし、よし、ありがとうございます。よし、いいか、よし、重さを分からずね、走ってしまったという笑い話もあるんですけども、ちょっと杖下ろしい、恐ろしいお話を。では参ります。キープに、ありがとうさんじゃ。さあ、ということで、チートもう少しだけ飯の話をいたそうかな。さあ、飯というと米、
これ米を、まあ、いろんな食べ方があるわけじゃけれども、我らの時代は、湯漬け、まあ、湯につけるだけなんじゃ、こういう食べ方なんですけど、湯漬けというのは、まあ、いわゆる現世でいうお茶漬けの一番、まあ、元祖のようなものかなとわしは思うんです。このお茶漬けに関してちょっとだけ、これは江戸に下った頃の話で、一つ話がある京の町に、非常に食べ物が美味しいということで評判の店があった。でこれは、まあ、好きなものを頼むと何でも作ってくれるという、こういう店であったからに、まあその時徳川家の大名のものが、では行ってみようということで、何でも好きなものを食べさせてくれるならば、お茶漬けを頼んでみようと。お茶漬けなんていうのはそんなに美味しく作れるもんじゃないと、そんな味は変わらんであろうということで、お茶漬けを頼んだならば、そこから、屋敷に参ってそのお店で頼んでから、まあどれだけ時間が経っても出てこんわけじゃな、お茶漬けが。でもいい加減にしてくれと店の者に言った。いやいや、今美味しいお茶漬けを用意してますので、こう言ってずっと待たせること、一晩一日待ったわけじゃな、丸一日何も食べれない大名たち、そしてようやく出てきたのは普通のお茶漬けなんだよ。そしてまあ食べたら、まあうまかったんだけれども、なんか思ったのと違ったなと、まあどうせこんなもんだろうと悪態をついて帰ったんだな。で帰ろうとして、では大名様、お代金はこちらになりますと言って出された金額がとんでもない金額だったと。いやいやいや、こんなになんとでもないお茶漬けにはこんなお金払えるかと言うたならば、いや一番おいしいお茶漬けを食べてもらおうと思って、まあ国を越えてわざわざ水を汲みに行って、そして、海苔または血とそういう塩なども他の国から取り寄せたものでありますからに、このぐらいのお値段になりますよと、こういう話がございます。まあ結局大名の方がしてやられたという話がある。これはどうじゃ、血と痛快じゃろ、この大名がな、この店をちょっと嘲笑ってやろうと思って仕掛けたならば逆にやられてしまう、こういう話はわしは大好きだったの。なので皆々もそういう話があったら、わしは募集いたすので、じゃんじゃん。お、あるか、お、あった。よし、あとはお参り。じゃあこれもあの清水省からの話。おお、いいないいな。うん、まあそれにですね、まあ、先ほど湯漬けの話ございました。湯漬けの話が清水省ございまして、はい、屋敷にですね、ある男が、こう客人を招いてはもてなすのが好きで、でもてなしの料理といえば、まあ、湯漬けが大体一般的でございましたので、こうもてなして、で話聞いて、でおありがたんじゃったちゅうて、もてなすのが好きな男主人がおりまして、でその者がとある時ですな、またいつものように参って、男をこう人を呼び寄せて、で、まあ、湯漬けを振る舞って話を聞いてちゅうのを行っておって、でまた客人がやってまいりまして、でまた胡椒を煮つけるわけです。おい湯漬けを持てちゅうて、でははーちゅうて胡椒は一旦言って、でこさえておったんですが、待てども暮らせども、これまた出てこないと。おでその主人はどうしたものかと、湯漬けを持て言ってるんですが、ははーと言っておるんですが、一向に出てこんの、でもう呼び寄せまして、胡椒、ちょっと来い、おい、おい、怒ったわけだ。怒りまして、湯漬けはいかがいたしたと通ったところ、胡椒が、お湯はあるんですが漬けがございません。お、受けた。あ、誠に分かったぞ、この笑い。湯漬けというのを勘違いして、湯がございますが漬けがどこにも見当たりませぬ。湯漬けというものを勘違いしておった。面白いお話が、これ面白いな、これはよくできた話。いや、これ清水省読まんといかんな、これは非常に面白いな。ただ清水省、どえらい厚さありますね。まことか、すごいえらい数ございますね。いろんな話が抜粋してね、こう寝る前にバッと開いたところを読むのがおすすめいたします。なるほどな、寝る前に熟読いたす、秋の夜長と申す。さあ、では
チートだけ、もう間もなく退陣に立つからに、最後写真撮りたいよというものおれば、はい、よろしければ記念にお写真などね、ご所望であればすが、はい、お撮りいたしました。大丈夫か、チート、子供連れとる者たちおるで、あ、いいか、お主ら写真一緒に撮るか、よかったら写真撮りませんかな、はい、どうぞ。わしがこちらに参ればいい、ここだと撮りづらいんだな、多分な、はい、お待ちいただきますからね、お持ちですから、この花の前で撮りたい。